所詮はマリオネットです。忠誠心のかけらも理解できぬ役立たずど、結論から言って乙女回路というものはあのマリオネットどもに無駄な感情、無意味な自意識を与えているだけとしか思えません。心はいらぬか。そうかもしれんな。優しさと切なさと女らしさと、大したことはありません。かすり傷ですよ。でも痛いよおまじないをかけておきました。これですぐ治りますよ。返す。お気に召したのなら差し上げます。本当？似合う？とっても。カッカ、ティーゲル。花畑だと？軟弱に育ったものだ。誰が甘やかせと言った？申し訳ありません。強くなれ。優しさなどいらぬ。お前は強くならねばならんのだ。強くなれ。嫌だ嫌だ嫌だよ。すぐに済みますよ、十代目。ティーガル、助けて、ティーガル、ティーガル、ティーガル。始めろ。ガルトラントの総統となる者は代々の記憶を受け継いでいくのだ。第一段階終了しました。強くならねばならなかったのだ。ガルトラントの宿命のために変わらねばならないのだ。ファウスト様は。ザーベルベルクが完成した。ザーベルベルク、寛大なる総統閣下が最後のチャンスをくださったのだ。任務完了の暁には再び閣下のそばに置いてもいいとまでおっしゃってくださっている。パンターとルクスは作戦に加わるが、お前はどうする？
十代目ファウスト総統閣下の恩ために。よし、ではジャポネス国境付近で待機しているルーベンスと合流し指示を待て。はっ。いいか、分かったな。ライム、このボタモチを届けたら寄り道しねえでさっさと帰ってくんだぞ。途中で食べちゃダメ。だからおめんじゃねえの、将軍様にお裾分けするもんなの。なんだ、つまんない。あ、それとくれぐれも将軍様に失礼なことすんじゃねえぞ。いいな。うん、おてるが大切にしてるじっちゃんだから僕も大切にする。よし、分かったら行ってこい。うん、行ってくる。あの、おてる様、これは。あ、戻ってこい、ライブ。なんだ、何しに行くんだおめえは。あ、そっか。お、結構でかいね。収まったみたいですね。ああ、じゃあ僕行ってくんね。ライム！おたるにすんげえ怒られちった。これ、上様の御前だぞ。足、足。あ、足がどうしたの。油をかくやつがあるか、控えろ。ああ、よいよい、ライムは友達じゃの。ライム、うん。ねえじっちゃん、さっきから何いじってんの。これ、じっちゃんではない上様じゃ。構わぬと申しておる、控えておれ。そうだ、構わぬ、控えておれ。これは将棋の駒じゃ。ライムともいずれ一戦交えよ、面白いぞ。うん。さて、ではチェリーの特製ボタムチを食してみようか。あ、じゃあ僕お茶入れてあげる。これはすまんな。構わぬ、構わぬ。ライムは優しいの。ねえおじさん、このポットどうやんだ。おじさんではない、医者じゃ。素晴らしい成長、見事じゃ。おたる、ダメじゃ、ダメじゃ、そんなものは飲めん。大丈夫だよ。はい。おお、珍しいお茶茶じゃな。おいしいよ。どれ。わあ、上様、そんなもの飲んではなりませぬ。うわ、ちゃちゃちゃ、この地震は普通ではないぞ。震源地を調べるんじゃ。はっ。大きかったね、じっちゃん。そうじゃな。お、ライム、その肩は。あ、まただ。ここんとこ調子悪いんだ、なんか。それはいかんな。直した方がいいぞ。うん。無理無理。私が直せるのは人間だけじゃ。マリオネットの修理はできんぞ。知ってんもん。僕はマリオネットだから、マリオネットのお医者さんに直してもらうんだもん。あ、火花で思い出した。じゃあ、花火だよ。来る途中で売ってたんだ。じっちゃんと一緒にやろうと思ってさ。花火か、いいの。よし、やろう。うわー、花火、花火。何事じゃ。申し上げます、先の地震は自然発生によるものにあらず、正体不明の巨大な物体が地下を通り我がジャポネスへ進行中。おそらくはガルトラントの秘密兵器かと。何。謎の物体の正体を確かめてくる。お庭番は訳あって動けん。頼むぞ。うん、任せて。ファウストめ、今度は何を。じっちゃん、待っててね。行ったぞ、作戦開始だ。くれぐれも抜かるなよ。了解。場所は確かか。はい、のはずなんですが。何もないじゃないか。到着したら物体の反応が消えてしまって。消えたー。
おいおいおい、そんなはずはないだろう。でかいもんなんだろう。それが急に消えたりするはずないだろうが。でもうめえの天才回路が食われてるんじゃないのか。しょっちゅうボーっとしてるから、いつの間にかカビでも生えちゃってさ。ボボボボボボ、僕は間違ったことは言ってないぞ。なおたるくん、 あれ、おい、なんでやってんだ。この辺で弁当にしようぜ。このボタモチ、さすがチェリーだぜ。ありがとうございます。それにしても、ああ、どうなってんだろうな。影も形もなくなっちまったなんてよ。チェリーの探査回路が壊れてないとすりゃ、物体は忽然と消えちまったか、探査できない場所へ行っちまったか。でも探査できないほど遠くへなんて。急には無理だよな。なぜ、どうしてなんだ。だからそれで困ってるんじゃないですか、なぜ消えたのかって。違う、僕はなぜボタモチなんだと言いたいんだ。お弁当といえばおむすびだろう。そしておかずは卵焼きにタコちゃんウインナーだろう。おかしいぞ、やっぱりお前たちはおかしいんでねえのか。うるせえな、うめえんだからいいだろう。よくない、せっかくみんな揃ってピクニックに来たというのに。違うよ、謎の物体探しだよ。え、そうだっけか。なんだこれよ。真下に巨大な金属反応です。何？そうか、地中深く潜ってたんだ。だから探査回路に反応しなかったんだよ。でこりゃ、貴様ら地震程度でこうも警備が手薄になるとはな。難攻不落の城が聞いて呆れるわ。我々はお前を討ち取り、ファースト様の寵愛を取り戻す。覚悟しろ、これで本当に終わりだ。果たしてそうかな。上様には指一本触れさせぬわ。出会え出会え。無駄なことを。吉下、上様をお守りしろ。なんでわざわざ前を走ってるんだよ、落ち抜きか。オタルくん、俺たちの任務はあいつの正体を確かめることだろうが。だからってさ。セーバーをあんなにたやすく、信じられん。心じゃ、奴らは怒りという感情を武器に戦っているんじゃ。ジャポネスの英雄の座をおめえに譲る時が来たい。ベトベリー、よっしゃ。だーっ、何をしてる。おめえが一見調べてきてくれ。そんなバカな。こうなればバイコーと玉三郎を目覚めさせましょう。それはならん、上様。ここで万が一にもジャポネスを終わらせるわけにはいかんのじゃ。覚悟。
まっちまった。どうなってんだい。どうもこうもない。早く降ろせ。おわだだだ。かなり走行が熱いですわ。システムも複雑で分析に少し時間が。花火。じっちゃん。任務完了。引き上げるぞ。じっちゃん。主任様。彦田さん。じっちゃん。じっちゃんってば。そんな。じっちゃん。じっちゃん、しっかりして。ライムか。そうだよ、僕だよ、じっちゃん。ライム、花火綺麗じゃったか。じっちゃん。上様。お医者のおじさん、じっちゃんが大変なんだ、早く来て。ねえ、どうしたの。早く治してよ。もう手遅れじゃ。何が手遅れなのさ。まだ息してんだよ。死んでないんだよ。治してよ。薬とか注射とかすれば治るんでしょ。ねえ、治してよ。ライム、おじさん、人間を治すお医者さんなんでしょ。人間なら治せるんでしょ。ライム、よせ。じっちゃんを助けてよ。ねえ、ねえったら。すまん。どうしてなのさ。ライム、ホタル。人間はな、マリオネットみてえには直せねえんだ。人間はマリオネットみてえに永遠に生きることは。ホタル、あんなでっかいのが爆発したらジャポニスは終わりだな。じっちゃん。さらば家康、あの世への道行き一人では寂しかろう。道連れを作ってやるぞ。ジャポニスそのものを地上から抹消してやる。